わしは鱗滝左近次、富岡牛の紹介はこのゲームで間違いないな。似てんのかな。はい、皆さんこんにちは、キアネです。今日もドラゴンポーカーの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は月初選抜の方を聞こうと思ったんで告知したんですけども、この前動画でちょっとね予定を変更しまして、ゴッドラマックス超越ガチャをね引きたいと思います。理由なんですけど、ちょっと見ていただければと思うんですが、よし、デレムが8レベルなんですよ、スキルが。なんでも8まで来たんで、もう引いちゃおうかなと思います。いや、もうここまで来たらもうやるしかないでしょ、せっかく来てるんでね。ということで予定を変更しまして、月初選抜からゴッドラ超越マックスガチャに変更したいと思いますんで皆さんすいません。どうしようかなと思って、ちょっとガチャを引きながら考えるんですが、選抜ガチャも、まあせっかくならね、せっかく動画にしたんでね、引こうかなと思います。条件なんですけど、出たらとりあえず課金ありで、デレムが早めに出たら月初引きたいなと思いますんで、そこのところをねよろしくお願いします。では、早速なんで、ね、もう一気に引きに行きましょう。で、今78と微妙な数なんですけど、この一発で出てきてくれたら嬉しいんですけどね、ちょっときついかなとは思ってるので、課金覚悟でやっていきます。では力を入れて、わしは鱗滝左近次と言いながらやっていきたいと思います。頼むよデレブさん、わしは待ってるぞ、デレブアルフ。必殺水の呼吸、白肩竜舞。あさあ、いやちょっと早かったんで多分来ないですねこれは。あおうあおうあおうではちょっとチャージしてきますね。やっぱり難しいね。はい、ではカットします。戻ってきました。さあ引くぞマジで、頼むよ。とりあえず、7400円分をチャージしてきましたので、ここで出てくれれば嬉しいなって思います。頼むよ。はい、早い早い、ロードが早い早いと。持ってないから許そう。いやー、なるほど。でもまだ2回残ってるな。あ、月初引きたいっす、僕引きたいっす月初。よし、あー、これはきついな。いやー、物欲がねー、これ出ちゃうねー。物欲を消していかないと。じゃあちょっとね、ポッポさん狙っていきましょうかね。ポッポ主催。うん、早い早いんだロードが。うわー、うわー、おお、厳しい。じゃあまた入れていきます。またこんなに苦戦するとは。でも言うてまだ何連 ?30 連か。じゃあちょっと戻ってきますので、しばしお待ちください。ただいまただいま。こっから超越マックスガチャで終わりそうだな今日。いやー、ゲッション引かせてくれよ。でもな、うん、いや、起きた
やった、これは長い、これは来たでしょ。よし、やったぜ。はい、できましたね。これでちょっと見に行きますか。よっしゃい、めっちゃかっこいい。はい、デネブアルファできました。9レベルでございます。でこの攻撃のエフェクトが、めちゃくちゃかっこいいので、まあ、ちょっと右側にね動画を載せてるんですけども、エフェクトめちゃくちゃ良くないですか、ね、バサ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 みたいな感じでね、もう白鳥がね敵に向かってね攻撃していくっていうのがまたビューティフォー、美しいです。でよかったら皆さんもねデネブアルファを狙ってみるといいと思うよ。ゴットラねいや5でも十分強いんで、5でも十分強いんで、マジで、はい、5でも全然強いんで、何回も言いますけど、まあでも9レベルよかった、できて、あーよかった。はい、デレバーで時々ね、予定を変更する場合もございますので、皆さんご了承の上よろしくお願いします。では、続きはね決勝選抜引いていきましょう。はい、決勝選抜なんですが、実際何を狙うか考えてませんでした。無理に引くってのはあれだけど、でもね黒のグランドマスターがいるので、黒グラかこれ桃太郎、これどうなんだろうね。なんかもう一枚なんかこういう似たカードありませんでしたっけ。ありましたよね。だから俺持ってるんですよ。名前なんだったっけな、モルジアナだっけ。だからどうかなと思ってるんですよね。で追加回復ですよねこれ。 HP、追加で状態異常解除、 HP を回復して状態反射、ダメージ軽減5回復する。あでも強いな、強いけど、まあ黒か、うー悩む。この子も欲しいんだよね。でもほぼほぼ持ってないからな。ちょっと久しぶりにちょっと10連引いてみようかなと思いますはい、まあ正直ぶっちゃけエルビンビーラー以外当たれば嬉しいんで、あれからも古文で使えるし、10連いきましょう。10連じゃない、11連だ。じゃあちょっといきますか。さあバチるかな、バチらんかったら絶望的なんだけど、まあでもデネブできたんでいいかな今回は。いきます、ふぅ、いくよ。持ってないカード来てちょ、長いな。オッケー、おおほほほほ、これ1枚だけかな、もう1枚やべえ、フラグ回収やば、出ましたねエルヴィンヒーラー、まあ、この子も優秀なんですよね結局は。はい、まあでもよかったですね、久しぶりに選抜10連引いた、何年ぶり ?3 年ぶりぐらい。いや、よかったよかった。10連引いてよかったです。はい、皆さん、まあね、今日は予定を変更してガチャを引いたんですが、ゴッドラ超越マックスガチャを引いたんですが、まあ、なんとか決勝も引けたので、これで許してくれ。はい。ということで、今日はね、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。ウィンナー見てくれてありがとう。次回の極めの動画でお会いしましょう。